戸辺の東京ドーム公演で見た景色、ファンとアーティストの絆が生み出す魔法。そして、戸辺、タレントオブビーイングエンターテインメントが率いるアーティストたちもその舞台に立ち、熱狂の渦に身を委ねました。東京ドームは、日本のエンターテイメント業界における最高の舞台の一つです。その巨大なドームは、多くのアーティストが夢を叶える場として、そしてファンとの絆を深める場として知られています。そして、戸辺、タレントオブビーイングエンターテインメントが率いるアーティストたちもその舞台に立ち、熱狂の渦に身を委ねました。滝沢秀明氏が率いる戸辺の全アーティストが一堂に会した東京ドーム公演、2Heroes から戸辺ファーストスーパーライブは、4日間にわたる情熱的な公演を終え、最終日の興奮がまだ冷めやらぬ中、新たな歴史を刻みました。この公演は、戸辺の設立からわずか1年の節目に開催され、滝沢社長がスタートと位置づける重要な一歩となりました。滝沢社長は、公演直前の取材で、戸辺としての開幕みたいな気持ちです。ようやくファンの皆さんと会える環境を迎えられました。本当に待っていてくださっていたと思いますのでと述べ、ファンとの再会を喜びました。ドームの観客席を見渡す彼の心には、アーティストとファンの絆が深く刻まれていることを感じ取ることができました。アーティストたちも、その熱狂的なファンの姿に感謝の気持ちを口にしました。岸優太は、自身を代表して、一緒に戦う精神でいてくれるのが心強いと述べ、戸辺ファミリーの結束の強さを誇りに思います。彼らは単独コンサートの開催も発表し、ますますファンを驚かせ、喜ばせることに力を注ぐと語りました。この公演は、戸辺が新たな挑戦をし、その可能性を広げる一歩となりました。数多くの光と音が交差するドームの空間は、新たなる才能と情熱が息づく場所でした。特に、平野紫耀の感動的なパフォーマンスや、三宅健の心温まる言葉は、観客全体を魅了しました。しかし、このような公演を実現するまでには、多くの努力と準備が必要でした。戸辺はまだ立ち上がったばかりの事務所でありながら、その熱意と才能で多くのファンを魅了しています。彼らの成功は、単なる個々のアーティストの力だけではなく、滝沢社長を含む戸辺のスタッフ全体の努力によるものです。そして、この成功は戸辺だけのものではありません。日本のエンターテイメント業界全体にとっても大きな一歩であり、これからのさらなる進化と発展を予感させます。戸辺の挑戦は、新たなる風景を切り開くための第一歩に過ぎません。これからも彼らの活動に注目が集まり、ファンとの絆がより深まることでしょう。東京ドームでの戸辺の公演は、単なるエンターテイメントの枠を超えた特別な体験でした。ファンとアーティストが共に作り上げた魔法のような瞬間は、永遠に心に残るでしょう。次なる挑戦への期待と興奮が、今も私たちの胸を躍らせています。